本コンテンツはフィクションです。画像や音声の一部には東日本大震災の記録を用いています。同時思い起こすのが辛い方はご注意ください。これらの画像や音声とストーリーとは直接関係ありません。ストーリーの最後にあなたの判断を問います。本コンテンツの狙いは正解のない判断の 記事体験です。2011年3月11日14時46分マグニチュート9クラスの大地震が発生したひっきりなしの余震ラジオから流れる声 沖の放送は FM 岩沼です。先ほど岩沼市内で大変強い揺れを感じました。先ほど岩沼市内で大変強いえ揺れを感じましたえ。詳しい情報が入り次第お伝えいたします。すべてが夢の中の出来事のようだった。そして夢ではなかったことを知って。 県民の皆さん、宮城県知事の村井義弘です。本日午後2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード7.9、震度7の地震が発生いたしました。この地震により、県下全域で被害が発生しております。また、津波も沿岸部に及んでおります。現在、宮城県と全市町村では、地震発生と同時に、 災害対策本部を設置し、全力を挙げて対策に取り組んでおります。災害発生あなたならどうする帰れない人編あの日、勤務先の図書館では、 大きな揺れと緊急地震速報が響く中すべての電気は消え歩くことさえできない揺れに見舞われました本の落下する音柱が書夏が建物がきしむ音視界不良悲鳴が聞こえる中職員は 利用者をやっとの思いでなんとか考外に避難誘導しけが人の有無を確認しました誰もが連絡を取ろうと必死です電話をする人メールをする人服装のためか 諦めて車に向かう人交差点の信号も消え、車は一旦停止して譲り合って走っていますしかし電車も止まったのか、渋滞がだんだんひどくなってきました やがて、夕方になり、人気もなくなってきました。小雨から変わった雪がちらついています。あなたは、図書館を閉めて、市の災害対策本部へ向かうことになりました。玄関を施錠しようとしたときです。ふと、液状化でぐちゃぐちゃになった駐輪場を見ると、 一人の女学生が寒そうにぽつねんとしていました。声をかけると、ご両親と何とか連絡が取れて、これから車で迎えに来るとのことです。あなたなら、どうするケース1、迎えが来るまで付き添う。災害時には、 想定にない事態が起こります。東日本大震災では家に帰れない人も大勢いました。迎えが来るまで一緒に待つことにした場合、職員は何時まで付き添えばいいのか予測ができません。遅くなったり、待ちぼうけの可能性もあります。ケース2学生には避難所を教え、 自分は市の災害対策本部へ向かう。防災計画にのっとって職務を遂行するのであればあなたは学生に避難所を教えてから市の災害対策本部へ向かうのが正論かもしれません。しかし夕暮れの悪天候の中別れた学生の消息が気がかりとなるでしょう。学生は両親と会えたのでしょうか あるいは、避難所へたたどり着けたのでしょうか。確かめるすべはありません。ケース1迎えが来るまで付き添うケース2学生には避難所を教え自分は災害対策本部へ向かうあなたはどちらを選びましたか正解はありません。 災害時には、その時、その場にいる人が決断を迫られます。想定外の事態に直面するのは、あなたかもしれません。判断の場面で慌てないために、防災計画を見て、想定外の想定を考えてみましょう。 災害発生。あなたなら、どうする帰れない人編。企画、編集、図書館災害対応研究会、制作、国立研究開発法人、防災科学技術研究所、自然災害情報室。ウェブコンテンツは他にもあります。ぜひ、ご覧ください。